吉谷さんキャバクラ楽しかったですよ多くの人に貢献しました自分も楽しかったね今回そのことについてキャバクラに行く経済効果についてお話していこうかと思うんですよで前回ガナリさんのね言われるように俺がやんなかったら誰が養っていくんだ確かにその通りですけども私は吉谷さんは多分別の方法で多くの人を養ってるんだと思います まあ、車っていうのを一つ捉えても普通ね通勤のために使う車を買うのが失礼な言い方だけどもやっとだと思うんですよ。通勤ののための車ですですんで、えー、容積が大きくって燃費がよくって格好は二の次色はとりあえず中古車屋さんに行ってあるやつの中から選ぶみたいな感じだと思うんですよ。ででも私はははさんはこと車車に関ししては自分の欲しい車だけをピンンポイントで もう価格は二の次でね手に入れることができたと思うんですよしかも一大所有じゃないし通勤する必要がないから完全レジャーですよねでこれってやっぱりね思うのは必要最小限の暮らしとかコンパクトな経済っていうのはそれはそれでねあの素晴らしいことだと思いますよでも誰かが余剰資金を使いまくって遊び税にを使ってくれないと経済は大きくならないし それによっっってててレジャー需要っていいのはね、高まっていかないつまりは供給がもうできなくななくっちゃううとこになります。一つのデータとして昨年の年末5,000トンぐらいの牛乳が余ったらしいんですけどもこれはあ,のある一つの見方としてねあまりにもお金がなくって切り詰めていくことによって食費をすごく抑えたりとかそれまで買っていたケーキやチーズを買わなくなったりとかね で、お料理清室に行くのをやめたりとかしてもうお金をね必要最小限の衣食住の経費に絞り込んだ結果牛乳も余ったし小麦も余ったし食品のロスもかなり大量に出たしお店では廃棄が出るしみたいなことに繋がったらしいんですよ。まあ、これは一つの見方ですよそれが全部現実だと思いませんけどもじゃあキャバクラの話にここから移ってきますよ。私はは、キキャャババククララ遊び好きだったんんですよ。キャバクラに行くと、とどんなお金を使うかっていうかまずは お店に行きますよね。お店に行くとボトルを23本入れます1本がたい1万5,000円から高いもので5万円ぐらいその間のボトルをだいたいつも入れていたんですよ少ない時でも1本入れてましたし多い時は3本とか入れてましたね誕生日には5本とか入れる時もありましたそうなるとキャバクラで使う金額って安くて5万高くて10万ぐらいの間をうろうろするんですよ結構な金額でしょしかも私は毎日行ってましたからね週に1回とか2回行かない日はありましたけども基本的に毎日です でその上で仲良くなってくると指名もしますし指名をすると同伴もしますしそれからアフターもしますよねでデートにも行きますホテルにも行きますそうするとお金払いっぱなしですよ一日中でね払いっぱなしだと何が起こるかっていうと私の場合はクレジットカードで払ったんですけども深夜タックス15%とか20%なんですよわけのわかんないね税金取るんですよねクレジットカードの決済の時に まずはクレジジットカーーード会社が何かしらのパーセンテージを取りますそれからキャバクラでは何かねよくわかんないタックスっていうのがあるんですよそれが10%とか15%なんですよだからダブルで税金なんですよね10万万使使ったら13万ぐらい使う感情なんですよで同伴に行ったお店では2万円3万円ねやっぱりお寿司とか焼肉とか食べるんですよねでアフターに行くとアフターで、えー、カラオケ行ったり別の飲み屋行ったりとかしてまたお金使いますそれでデートも オフの日にはしますから、そこでもお金使うしドレレスもプレゼントしますし、ます花束も送りますよね。花束っていうのはキャストさんに送る分もあればお店に送る分もあってねそれがね1束2万とか3万なんですよいや、結構使いましたよねでオフの日にはそのキャストさんとプライベートを共有してねいわゆるデートをするわけですよデートをしてデートすればホテルにも行きますよねそうするとホテルにも大体ね2万から3万とか使うわけですよ ラブホテルに行っても一番安いところを選ぶのはかっこ悪いんでなるべく高いところを選ぶんですよね私の性格からしてそうするとやっぱりね一泊でで万円ぐらいのところを取るるよよ。うになるわけですよ、まあ、その繰り返しであの小さな広島市内で私は暮らしてきたんですけどもかなりね経済的に多くの人を養ったと思いますよで。そうなると私がそのマーケットから外れたことによって私という常連を失ってね食いっぱぐれたものとか給料が落ちたやつも絶対いるんですよ その代わり他のお客さんも来るっていうことになると思うと全体的には変わらないかもしれませんけどもとりあえずは久保哲郎からの安定収入っていうのは途絶えたわけなんですよねそう考えていくとね私ね遊ぶことって多くの人を養うことだなと思うんですよそして私はそのお金を借金によって賄いましたけども借金をするってことはお金を貸し取れた会社も金利で稼いでるわけなんですよね私は最終的に全部お金返しましたんで誰にも迷惑かけずに利息まで払ったんで こう考えていくとね私は10年間広島市内に住んでいて自分自身は豊かにならなかったけどもたくさんの人にこうね貢献した養ったんじゃないかな消費者としてっていうふうにまああのー、考えてますねその後で私はねビジネスによって、えー、自分の体制を立て直したところがありますけどもやっぱり優秀な消費者であることこれは一つの社会の貢献の形だと思うんですよもちろんね生産にに従事することによって 新しいサービスを提供したり新しい商品を流通させたり発見や発明をね積極的にしたりとかあのいろんなところで働くっていうこともすごく大事ですけどもやっぱり働く人が多くって使う人が少ないっていう現象がデフレですからねだから今みんなしてお金使わなくなっちゃったんですよ。お金使わないから稼ぎも例えば毎月15万とか20万でもバランス取れちゃうんですよね。でも私の場合は月に100万以下だと もうとりあえず今の暮らしは成り立たないんで絶対に100万以上稼ぎたいんですよできれば200万円前後にしたいんですよねだから年間で言うと2000万円前後にやっぱなってくるんですよねでこの暮らしができてるってことはそれが今でも続いてるっていうことなんですよでもちろん私は家を一括で買っちゃったりとか今ローンも抱えてなかったりとかして金利を払うっていうところからは退場してしまいましたけどもでも別の意味でねあの本当に惜しげもなくその目,の前目の前にレシートの束ですよこうね クレジッアマゾンで買ったものとか、ね、Amazon で買うものとかねとりあえずこうやって気に入った DVD があったらボンボン買ってますしねこの前もクラウドファンディングに33万入れてその前は5万入れてみたいな感じでクラウドファンディングもどんどん入れてるんですよそこでね私は思うんですけどもあ,のあなたの欲しいもの私が買いますみたいなねそんなパトロンっていうね コーナーナをやってもいいかなと思うんですよで私自身が買いたいものは、まあ、結構その瞬間買っちゃってるんでじゃあ欲しいんだけども買えない人のためにあ僕がお金出すんでちょっと買ってみてくださいその代わり買ったやつの感想をちょっと教えてくれたら私が動画でレビューしますみたいなやつをやるとなんかいきアクセス結構もあるんじゃないかなと思うんですよそうすることによって私も払いっぱなしじゃなくてある一定の金額は回収できるって形ができるんじゃないかなと思いますよねこれはどうですかね だから金額によっては例えば300万の車が欲しいですって言っても別に買ってあげれないことはないですから私は300万ぐらいだったらね1000万とか超えるとさすがにいいと思いますけどもでも自分のこの企画としてね放送の企画として例えば控えめにちょっと5000円のものが欲しいんですけどっていうのもいいかと思いますし300万のもの欲しいんですけどって言ってもいいかもしれないつまり300万のものを代わりに買ってあげるっていうのは結構なインパクトだと思うんで。 えー、信頼関係構築にもつながりますしねこれもなかなか面白いかなとでその中でいろんないくらのものとかどんなものが欲しい何で欲しいっていうのを募集してその中から何件かをピックアップしてじゃあ今回はこれにしますねっていうので選抜をするとなかなか面白いかなとでこれをね逆マネーの虎としてでも懐きましょうか、うん、例えば実際に会場に来てもらってプレゼンしてもらうわけですよ。 何々が欲しいいから10万くださいどこどこに旅行したいから20万くださいお父さんお母さんに恩返しがしたいから50万くださいとかっていうのでみんなで、ね、あの話をこの候補者の方をね5人とか10人とか並べて私一人がこうやって「うん,うんふざけんな!」みたいなこと言ったりね <laughs> 逆マネーのと <laughs> なであなたに出しましょうみたいな感じでねで結局1,000円のものに1,000円の主張にあげるのか こっちの300万の市長に上げるのかっていうのを競ってもらうだから金額が勝つわけじゃない大きければ多いほど金額が勝つだけじゃなくてなんかその辺ねどういう基準で選ぶかっていうのはその時の私の気分次第かなと思いますね <laughs> 面白そうですねこれやってみようかな行ってみましょう